シーサイドモーテルっていう映画に、はい、まあ、僕は役者としてちょろっとですけど、まあ、参加させていただいて、まあ、その時のプロデューサーが、まあまあ、そういう縁ができて、うん、で自分の劇団ザ・シャンパートっていう劇団なんですけどもが、まあ、下北沢のすなりっていうところでやった公演を、まあ、そのプロデューサーの方に見に行っていただいて、で、まあ、その作品が気に入ったらしく、はい、なんかこう、まあ、プロデューサー後からそれは知ったんですけど、まあ、なんかオリジナルの、脚本を映画化するにあたって書いてくれないかっていう、うん、その参考として、じゃあ今までその劇団内でやったその劇曲を何本か見せてくださいっていうところで、うん、まあ、その中にその絵の侍という曲があって、はい、で、まあ、その曲が、まあ、藤間さんの中で、あのプロデューサーの中でかなり、まあ、これを映画化したいっていうところから、まあ、最初は、まあ、脚本として、まあ、映画用に改訂していただけない、していただけないかっていう依頼があって、まあ、そういうことは、まあ、今まで自分としては何回か経験があったので、あ、そういうことならぜひというところで、はい、ただ、まあ、はい、そのじゃあ監督をどうするかとか脚本をどういうふうに詰めていくかっていう話し合いを、まあ、何度かそのプロデューサーとしているうちに、うん、なんか、まあ、プロデューサーの言葉で言うと、まあ、そのこの作品がこうあまりにも僕自身と一体化しすぎていて、うん、あのそれを、まあ、他の監督さんにこう映し込むのはなかなか大変なんじゃないかっていうところから、うん、まあ、プロデューサーとしてはかなりギャンブルだったと思うんですけども、まあ、僕としてもかなりギャンブルなんですけどあのやっていただけないかっていうところで、まあ、最初は尻込みして、うん、いや無理です無理ですっていう言い方をしたんですけども、まあ、こういう機会はないでしょうからね、まあ、本当に見切り発車で目つぶって飛び込んだっていう感じなんですけど、うん、いや、あの映画化にしたいとかっていうことは一切なく、なあのただ、まあ、その自分のこう舞台作品というのは、まあ、お客さんの評価でいうと僕自身はそうは思ってはいないんですが、あのどの舞台でもなんかすごく映像的だったりとか、うん、映画的っていうような表現をされることが多いんですね。で特にこのその世の侍っていうのは、まあ、実際の舞台ではほぼ素舞台の状態のところに、まあ、いろいろあの短いシーンを展開させていくっていうスピーディーに展開させていくっていうような舞台だったんですけども、まあそういった点からも他のその記憶からと比べても、まあ映画化しやすい材料ではあったのかなというふうには思いますけども、なんか舞台のものから映像化するにあたっての改訂の仕方としては、いや、そんなに大幅に変わってないんです。まあもちろんあの映像なんで、その絵で表現できる部分のところのセリフはカットしたりとかっていう、まあ、技術的な細かい部分はいっぱいあるんですけども、大幅にじゃあ何か映画にするからといって、あの大きく変えたっていうことはないんですね。ただ、まあ、2007年のその原作を書いた時には、まあ、当たり前のことなんですけど、その2007年の その時なりの自分のリアリティだったりとか思いで、こうそういう衝動で書き綴った思いがあるので、それを、まあ、撮影したのは去年、はい、2011年だったんですけども、その2007年の4年後にまた新たにじゃあそれをできるかっていうと、なかなかそうはいかない部分があったりして、だからそのモチベーションというか、あのどういう思いで2011年、まあの現在の自分のリアリティにリンクさせて、それをまあ公に、提示する意義があるのかっていうことの、その根源的な根底的な思いっていうのを探すっていうのが、なんかかなり苦労した感じですけどね。はい、で特にその台本書いてる途中に、東北の大震災が起こって、はい、でまあもう本当にどちらかってわけわかんなくなってしまって、うん、なおさらどういうモチベーションで書いたらいいのか、うん、さっぱりわからなくなってしまったんですけども、まあうん、まあこういう言い方するととてもおこがましいというか語弊があるんですけど、その震災があったからこそ、まあじゃあ自分の中で芽生えてきたリアリティだったりとか思いっていうことで、またあのこの映画をまあ改訂するモチベーションっていうのが、まあ自分の中で湧き起こったっていうのが、まあ正直なところなんですけど、ね、
まあ、かといって別にじゃあこの映画を見て別に震災どうこう感じてもらいたいとかっていうことでは全くないんですけども、はい、自分のリアリティの問題です。なるほど、はい、すごいフラしてます。すごいフラしてますよね、はい、フィルムなんであのね、あの CG ではできないので、はい、どんな夜だと思うんですけど、はい、どんな感じで撮影されたのかなって思っちゃっていやもうちょうど1年ぐらい前なんで、はい、10月だったと思うんですけど、うん、でちょっと都内から離れた茨城だったかな、はい、ちょっと忘れちゃいましたけど、都内よりもちょっと2度ぐらい気温が寒いところで、まあ演者の方々も息が白かったりして、うん、でも真夏っていう設定だったんで白い息はいけないということで、まあその出番直前まで口の中に氷を入れてもらったりとかしながら、ただまあ本当にもうその二人はもう本当に死ぬんじゃないかっていうぐらいあの憔悴 しまくってましたけどね。はい、いや1回で撮りたかったんですけど、なかなかそうもいかず、結局 2,3 回繰り返したんですかね。まあ当初その、まあ、その役者の2人にもスタッフの皆さんにも目標としては、思いとしては5分間の長回しで、うん、まあできまあ、結局カットは割ったんですけども、まあ、カットは割らずに一連でそのできる限り不毛な格闘を見せたい、うん、でそれがこう見てるうちに、観客が見てるうちに理屈ではなく、なんかこう本当に理屈ではなく、なぜかわからないけど涙が流れてくるようなシーンにしたいんだっていうことをまあ強く訴えていて、まああとまあ演出で導いた言葉としては、まあ青臭い言い方なんですけど、まあ魂の血は喧嘩なんだと、うん、なんかそういうコミュニケーション不全というか、こうとても不器用な2人が、ボケブラリーのない2人が、まあくしくもああいう出会い方をして、で全くキャラクターもだったりも加害者と被害者っていう立場も全く真逆であるんですけど、結局はなんかどっかで似た者同士であって、その2人がようやく対峙した時にああいうコミュニケーションしかできなく、でもその2人にとっては何かああやって殴り合ってるうちに、不毛に殴り合ってるうちに、何かこうお互い今まで周りの周囲の人間が腫れ物触らずでいたのが、何かこう魂にお互いに触れられてるような感じがして、こう無自覚に何かが浄化していくような感じになったらいいなっていうような、まああんまり説明してしまうのかなんですがっていうようなまあ感じのシーンにしたいっていうところで、極力アクションの監督にも、あのどれだけ無様で喧嘩慣れしてなくて、あのいうアクションを作れるかっていうことをまあ指示したんですけどね。まあ酒井さんも山田さんも多分日本の中でもそういうアクションをやらせたら本当に指折りにうまい方だとは思うんですが、まあ多分アクション監督もあの二方も、ね、多分後でも先にもああいう無様なアクションをやることはなかなかないかもしれません。結構やってる方も大変だと思うんですけど、見てる方も結構疲れるというか。そうですね、もう祈るように。そうですよね、はい、っていうか余分なエネルギーが余分に出てるんで、本当役者の方は疲れるでしょうね。そうでしょうねっていうと多分殴られるでしょうね。あれは舞台だとどんな感じなんですか。その舞台ではあそこまで長くなく、あ、うん、で雨もまあ音だったり照明で表現したんですけど、まあ本当にただ素舞台の中でもつれ合ってたっていう感じですね。ただやっぱり映像になったああいう泥っていうことだったりとか、ああいう視覚の効果っていうのはやっぱり舞台よりも当然、はいはい、映画の方がまあリアルですけどね。だと思います。いや全然初めてのことですし、その客観視はできてないですね。ただまあいやもちろん粘るところは粘りますし、うん、その妥協しなきゃいけないところは妥協しなきゃいけないし、本当にお忙しい方ばっかりだったので、あの限られた時間の中でどういうふうに最上のものをやるかっていうことが仕事なので、はい、なんかそれはまあ別に映画とかっていうことでもなく、うん、舞台の演出に関しても同じようなことだったりするので、うん、まあこだわるところはこだわり、はい、まあ捨てなきゃいけないところは捨てっていうところで、どうなんでしょう、どういうタイプかちょっと分かんないですけど。あ、そうですか。何
なんかこうやっぱりまあ取り組むにあたって、まあ、最初は映画だっていうことで本当になんかこう初めて外国に行くようなこう感覚でこうすごく余分な力が入っていて何かこうエキセントリックなことをしなきゃいけないんじゃないかとかっていう考え方で臨んでいたんですけど、まあ、準備段階のうちにこうだんだんやっぱり当たり前ですけど知識は全くないもので、はい、まあ、そういうところでこういわゆるまあスタッフさんだったり役者の方々とこう対峙してもどうやったってボロが出てしまうに決まっているので、うん、だんだんその作ってるうちに準備段階のうちにこうそのモチベーションというか考え方をこう変えていったんですね、うん、で結局今まあこういう取材の中で舞台と映像の違いはっていうことをよく聞かれるんですけど、うん、はい、でそれでいつもまあ答えとしてはいやそんなに違いはないですって、うん、まあ、人間を人生を表現するにあたって、はい、まあ、その器が違うだけであって、うん、結局描きたいのは、まあ、人間なので全然差異はないですっていうふうにいつも答えてるんですが、うん、いや本当はいっぱいあるんですいっぱいあるんですが、ただ取り組み方としてなんかこう今までまあこうまがいなりにも演劇でまあ20年近く、はい、自分の中でこう積み上げてきたものっていうことをどのようにまあ映画っていう現場でこう変容させていくかっていうことのモチベーションで終始やっていたので、はい、まあ結局同じ答えなんですけど変わりはないんですね、はい、いやもう僕は偉そうに言うことでもなく本当にクレバーで、はい、まあ役作りに関してもそうですし役者っていう仕事に対してもとても真摯な方で、はい、一緒にやっててとても楽しかったですけど、なんかこうテストでいろんな面を見せていくタイプなのか割とこう監督のこう意向に沿って演じていくのかとかどんな感じ。今回はことごとく何かやろうとするっていうことをこうそれがなんか役者のテクニックというか、はい、そういう登場人物ではなく堺雅人さんが見えた時点でそれをことごとく拒絶していったのでいやとにかくその堺さんのテクニックとかケレミを見たいっていうことではなくてもう登場人物になってくれっていうことをなんか終始一貫して言ってましたね。なんか最初オープニングに出てきた時にこの人誰だろうと思って、なんか最初気づくまでにちょっと僕何も見ずに見たんであれだったんですけど結構やっぱりあまりそう堺雅人って一般的なこう堺雅人っていうものを見せたくなかったって感じなんですけど、まあ別に堺さんに限らずどの役者さんでも、うんうん、僕は役者っていう仕事は、はい、そのなんかまあもちろんいろいろあっていいんですけど、うん、登場人物になり、はい、なりきるとなりきるっていうことがまあ仕事だと僕は思ってるので、うん、まあもちろんそうじゃないものがあってもいいんですけどね、うん、なんかそれは別に堺さんだからっていうことではなく、はい、うん、なんかよく込み出しにされる微笑み封印とかってよくそうですね、よく込み出しにされるんですけど別になんかその微笑みを封印したわけでもなく必然的に登場人物になってもらうその過程の中でそういうことがあったっていうだけのことであって堺さんも別に自分の中で封印したわけではないでしょうし、まあそれは堺さんだけじゃなく本当にどの役者さんも何かこう役者のとしての癖だったりとか、うん、テクニックっていうことをどれだけこう排除していくかっていうことを演出として逐一言ってたと思うんですけど、